自信あるかな。次来るよ。まだ間がつきは残ってるよ。うん、あと2体。ゴーさん、私右に行く。それじゃあ私は左に。あ、嘘。ん？私、あれちょっと厳しいかも。交代して。仕方ないね。それじゃあ私が右に行くよ。後から助けに行こうと思ったけど、ちゃんと見えてるね。よーし、行くぞ。マガツキ、これでも食らえ。へへー、どうどう、ゴーさん、アルジ、あたし結構やるでしょう。に稽古つけてほしくて、一人でもちゃんと稽古してたしね。なるほどね。この前3人でマガツキと戦った時は攻撃効かなくてびっくりしたけど、もうあんなことにはならないよ。これでゴーさんもいろいろ教えてくれるよね。そうだね、十分すぎるほど力を見せてもらったよ。戦いに関してだけ言えば、私の稽古なんて必要ないんじゃないかな。ダメだよ。私はゴーさんに教えてもらって、戦闘中にパパーッと指示の出せるかっこいい三つ剣になるんだ。これなら教えがいもあるでしょ。そうだね、いい生徒になると思うよ。それなら昨日つけたじゃないか。今日はクワナゴの番だって聞いてるよ。いや、そうじゃなくて。ん？どういうことだい、隊長くん。私に？それはまた奇特な。私ゴーさんみたいになりたいんです。私みたいに？ミカゲちゃんの話で聞いたゴーさんは、戦闘中に指示を出してみんなをまとめてて、とにかくかっこよくて、私はあんまり頭良くないからゴーさんに憧れたというか、すごくすっごく、なんていうか。でも戦い方なら私よりも上泉や桑名号の方がいいんじゃないかな。それに非番の日は往診とかにも行ってるからね。時間が取れるかどうか。そこはなんとか。困ったね。それじゃあこうしよう、一度一緒に任務に行って君の力を見せてくれないかな、包丁マサムね。私は人に教えるって柄じゃないからね。まだまだ私自身修行中だし、目標としてる三剣は驚くほど高みにいる。ゴーさんが目標にしてる三剣？誰だろう？すっごく気になる。そのうち会えるかもしれないね。とはいえ、これで君は私の生徒だ。これからよろしく頼むよ、ほう。はい、頑張ります。
そんなに気張らなくても大丈夫だよ。何しろ私流の稽古だからね。私流？